はい、じゃあそっと入れてください。さあ、体重どうなった？あれ、減ってないじゃん。564。はい、運動食べさせてるのはこれは何？この 0.1 とか 1.2 とか。もう本当にお試し程度にベビーあのハリフードの 4g にお水を 2g 足して置いてあるんですけど、それは多少でも食べてるの？食べてると思うような気がするぐらいです。で、ドライとして 1.2g 食べてる、うん、でこちらが食べさせてる方で、そうですね、だから例えば昨日だったハリが2g と、これはドライが2、はい、ドライで2、はい、で AD が6、はい、で26、はい、なるほど。じゃあハリネズミフードを 4g ぐらい食べてるんだ、はい、ハリネズミの2の方がそれ AD の6よりも多いですから、AD 好きなので、うん、いや、もちろん AD 混ぜてもらって全然いいんですけどね、はい、なるほど。じゃあなんとか体重は、じゃあうんちが下でこのゼロはしてないんですよね。してないの。あ、一応毎日は出てるんですね、うんち。出てますか？あ、本当だ、出てる。何回でこれ書いてあったけど、一応毎日、毎日ですよね。1日半ぐらいに1回ぐらいかなっていう感覚だったんですけど、一応1日1回はなんとか出てるんだ。そうですね、ギリですね。ギリですね。で、おしっこは1回か2回は出てるんだ。なるほど。大量にまとまって出る感じです、どっちかっていう。これが大事だね、この引退の。もう1日2回しかどうしてもやれないので、うん、いいです。はい、さあちょっと見せて。あ、そっか、じゃあそうそう顔を見る。見れない。いや、おろし。見れない。見れない。 OK。 口から出血とかはしてないですかね。大丈夫だと思います。はい、わかりました。どうしても泡泡はありますね。泡は出ますね。抗生症状は出てください。ちょっとじゃあ点滴します。それでちょっと栄養補充どんだけ食べるかわかんないから、食べれる範囲ね、ちょっと やらさせてもらいますね。で、インターベリーは入れてるわけね、その栄養補充っていうか、その時にこの子、薬はどうなってんの？薬はハリネズミフードを誘導者も一緒に混ぜて飲めてます。はい、はい、わかりました。だからまあ何度か、うんちの数は、子宮の数は少ないけど、最低1日1回は出てて、何度か体重はそこまでは、まあ減ってはいるけどね、そうめちゃくちゃ減らすにもいてくれてるわけね。一番最初はね、580でした。580でした。なので、20g で1本ぐらいですね。まあこの子ね、ちょっとぽっちゃりしてるから、まあちょっとそこだけ、強みですね。ちょっと食べれないけども、元の体力があるというかね。はい、じゃあちょっとこれ当てて、当て取ってください。そうか、本当申し訳なかったですね、あの日ね。こんなことにならなければ。
3分。はい。柔道着準備してる？はい、じゃあちょっと。